はい、こんにちは、レトスの小野です。8月8日の3問に入っていきます。人の生命または身体の侵害による不法行為の被害者は、損害賠償債権を自動債権として加害者に対する金銭債務と相殺することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれは丸ですね。被害者からは相殺をすることが可能です。人の生命または身体の侵害による被害者に対してきちんと弁済させることから、不法行為の加害者側からは相殺することができないんですね。それに対して被害者側からは相殺することが可能です。これ言い換えると、損害賠償請求権、これを自動債権として相殺することはできます。被害者側からこれ相殺をすること、これは可能です。一方、損害賠償債務、これを受動債権として相殺することはできません。このあたりはどっちがどっちだったっけって悩む方いるんですけども、被害者を保護するためのルールなんだということと、あと自動債権と受動債権のこの意味ですね、この言葉の意味を知っていれば解けます。まあ、つまりこれは簡単なんですね。こんなところでつまずいていてはいけません。そして個別指導では、自動債権と受動債権、この言葉の意味であったりとか、この問題の解説、もっと詳しい解説ですね、これについても解説させていただきますので、もしわからないという方はぜひ個別指導をご検討ください。で、問い2です。手付金等の保全措置ですね。宅建業者である売り主は、宅建業者でない買い主との間で建物の売買契約を締結した。当該建物が建築工事の完了後で売買代金が2200万円であった場合、売り主は当該建物を引き渡す前に買い主から保全措置を工事内で手付金100万円を受領することができる、丸か×かということですね。これも考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、まず確認すべきところはここですね。売り主は宅建業者で、買い主は宅建業者じゃないという部分ですね。なので、発注制限が適用されます。で、建物が建築工事の完了後って書いてあったので、これは完成物件ですね。完成物件。ということは、代金の 10% を超える手付金等を受領する場合に、保全措置が必要だということになります。じゃあ、代金の 10% っていくらなのということですよね。今回の問題では代金2200万円なので 10% は220万円です。したがって手付金今回100万円を受領する場合って書いてあるので、100万円っていうのはこれ超えてないですよね。220万円超えてないので保全措置は不要です。したがって問題文の保全措置を講じないで手付金100万円を受領することができるというのは正しいですよね。まあ、従って今回の問題は丸になると。丸ですね。ということです。まあ、これは基本的な問題なんで絶対解けるようにしておきましょう。で、問3ですね。土地区画整理法です。土地区画整理事業の施工者が、道路法に言う道路のように供する土地を、道路管理者の了解を得ることなく造成した場合でも、当該道路管理者は施工者に対してその造成費用の全部を支払わなければならない。丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。道路用地にする目的で土地区画整理事業を施工する場合、あらかじめ当該公共施設管理者と協議し、その者が負担すべき費用の額及び負担の方法を事業計画に定めておけば、施工者は公共施設管理者に対して事業費用の負担を求めることができるんですね。で、ここのそのものっていうのは、この管理者ですね。つまり、事前にこの管理者と協議をして、この管理者が払うべき費用の額と負担の方法、これを事業計画に定めておけば、管理者に対して事業費用の負担を求めることができるんですね。従って、問題文の道路管理者の了解を得ることなく造成した場合でも、道路管理者は施工者に対して、その、造成費用の全部を支払わなければならないという記述は誤りだということです。なので答えは×になるということですね。そして今販売している予想模試は、実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、
市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試については、この動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。